きます。皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブ、パーソナリティの伊藤ねと申します。もう沖縄、4月20日は、もう多分海も入れて、すごく暑い盛りだと思うんですが、実は我々は関東で収録しまして、とってもまだ寒い日という、ちょっとギャップはあるんですが、暖かい情報、面白い情報を今日も今週も伝えたいと思います。今日はですね、またちょっとテーマが変わってですね、なかなか皆さんが聞いたことはあまりないのかもしれませんが、弁理士さんという資格がありまして、じゃあ何やってんだというのは、これから弁理士さんがお越しいただきますので、話していただこうと思うんですけども、まあ簡単に言えば著作権とか商標権とか、まあちょっと漢字が並ぶことばっかりで恐縮なんですけど、そういうのを守ることを主に仕事としてやってらっしゃる方、ちょっと今簡単に言っちゃったんで、詳しくは今からご紹介する、山田先生、を、お呼びしますので、まあ、山田先生に、その、弁理士としての、まあ、生き様、熱い思いを語っていただく場として聞いていただければと思います。それでは、じゃあ、山田先生、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。弁理士の山田と申します。りがとうございます。そしたら、まず最初にですね、山田先生の自己紹介を軽くお話しいただけると幸いでございます。はい、わかりました。東京都中央区で弁理士業を営んでます、山田正樹と申します。私は7月末まで化粧品会社にいまして、それから8月に独立、まあ、去年の8月に独立したばかりです。で、私は、特許とか商標とか、今お話しあった、著作権とか、まあ、そちらの方、まあ、種苗権とかも入るんですけれども、そちらの方の、知的財産権を守る。で、知的財産権って難しいので、もっと皆さんに分かりやすいお話しますと、見える財産っていうのは、特にお金だったりとか、車、家とか土地とかあると思いますけど、私はどちらかというと、目に見えない財産。まあ、特許とか商標とか著作権もありますけど、それ以外にノウハウっていうところも保護していこうかなとしている弁理士の山田と申します。で、これ、皆さん権利取るっていうのもすごく大事なんですけど、お金もかかるのでどうしようかなって悩む方が多いかなと思いますけど、他人に権利取られちゃう。自分がそれを、まあ、商売として商品とかサービスを行っていくと、侵害してますよって言われる可能性があるので、それをなんとか皆さん考えた商品サービスを守りつつ、有効活用してお金に変えていくっていうところを実際やっていきたいなと思ってる、弁理士の山田です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、そもそも弁理士さんになろうと思ったきっかけは、ちなみに何なんでしょうか？まあ、もともとですね、私の年、まあ、今月50になりますけれども、氷河期、まあ、就職がすごく厳しい時で、そうですよね。その時にやはり自分バイオテクノロジーが専門だったんですけれども、おお、はいはいはい。医薬品とか化粧品とかそういうところの開発に、の従事者になりたかったんですけれども、なかなか就職厳しくてですね、まあそういったところ、MR だったらなれるけどっていうところだったんですけど、やはり発明には携わっていたいなというところで、じゃあ発明ってどんな職業があるんだろうっていうところで、弁理士っていう資格を見つけまして。見つけて、それでもう、何ですかね。どちらかというと、就職っていうのはもう完全に諦めて、まあ特許事務所、まあ弁理士事務所ですね。に入るっていうのを決めて、そちらの方で一本化したっていうのが一番の背景ですかね。そうだったんですね。で、その後、この特許事務所で、まあ、修行をされて、で、資格も取られて、まあ、その道を極めようと思った中で、確か、一般企業にも、なんかお勤めされてるっていうふうにお聞きしたことあるんですけども。そうですね。弁理士事務所もいくつか転々としましたけれども、企業の方も、バイオベンチャーだったりとかです。あとは、まあ、薬品関係の、まあ、東証一部の会社さんだったりとか、まあ、化粧品会社っていうのが前回のところ。あと、まあ、ちょっと短期間ですけど、コンサル会社にいたっていうところもあります。確か、まあ、実は、山田さんことを山さんと私呼ばせていただいたんですけども、ちょっと何回かお会いしたことあって、まあ、一緒にお酒も飲んだことあるんですけど、確かなんか IP を、上場を目指す会社にもいらっしゃったっていう。
あ、そうですね。それが、まあ、前職の化粧品会社化で粧す。品。はい。上場で結構大変だったんじゃないですか？大変でしたけど、バイオベンチャーにいた時も IPO を目指してましたので、具体周りでどういうことが必要だったり、社内のこの規定っていうのは、やはり中性とかも、前職の東証一部の会社でも、まあ、メーカーですけど、行ってましたので、意外にそんなに難しくないと思います。そうなんですね。はい。なんか、我々からするとね、そんなにこう、すごく難易度が高いイメージはある一方で、それまたさらってこう言ってしまうところが、また山さんの実力の腕いやのいやいや、厚さそなのうかなんなっでてす。思うんですけども、はい。その特許をやってて、これは良かった。逆にこれはちょっと、っていうような、なんか出来事とかあったりはされてたんですか？そうですね。特許はやはり出願しているだけではダメなところもありまして、やはり頼む便利し、まあ逆の立場ですけど、我々が企業にいた時には、便利しに頼むっていうことをしてましたけど、まあ絶対やっちゃいけないのが便利さんにいろいろ話しちゃうと、それをそのまま便利さんが書いちゃう。その時にノウハウが、まあ、明細書に書かれてしまうので、明細書って、出願してから1年6ヶ月後に公開されてしまうっていう、もういろんな人にさらされてしまう。で、こういうノウハウを書かれてしまいますと、せっかくの財産が人に盗まれやすくなるので、まあそういうところは守っていくために記載しないとかです。構図に表現していくっていうのがすごく重要かなと。じゃあ、何から今言ってしまうの、本当に怖いですね。怖いです。まあ、だから権利取るときには、絶対に他の人もやるであろうところは特許権を取ってですね。ここは真似されないだろうっていうのは、もう本当に機密情報、まあノウハウとして管理していくっていうのが重要ですね。なかなかそこの仕組み作りをやられている会社さんが少ないかなと。そうですね。まあ、私はまだサラリーマンやってますけど、正直、その辺やっぱり弱くてですね。多分、何でも何でも言っちゃったんじゃないかっていうふうに、今思えば、あっちゃーって思うことは多々あるんですけども、まあでもやっぱ頼むときに、やっぱ言っちゃうんですよね。言っちゃいますね。はい。で、それが言っちゃうと癖になって、他の人から聞かれた時にポロッと言っちゃうんですよね。で、やはりここまで言っていいけど、ここからは言っちゃいけないって、かなり大手さんは皆さんそれ意識されてるので、はい、守られた方がいいかなと思います。そそうこですの仕か。組み作りがやっぱり難しくて、そこの今コンサルも行っているところです。取られるだけじゃなく、その守るためのコンサルっていうところ。そうですね。どういそこうなん会か、社内で仕組み作りとか、はい、ノウハウもやっぱり見えないとですね、何を守ればいいのかって皆さんわからないので、はい、そこはまあ見える化するシステムっていうのを作っていってですね、で、その中でも営業するときに言っていいことと悪いことがわからないので、そこをきちんと整理するっていう。その、まあ、言える内容、言えない内容、その、チラシに書いてもいい内容、書いちゃいけない内容っていうのそうです。は、おっしゃる通りです。確かに。まあ、資格でお家でこう、取るだけと思いきや、実はこう、会社を守ることもしておきな、さらにこう、攻める仕事もお手伝いできるという、スーパーマンですね。まあもうおっしゃる通り、特許取るだけだと意味がないので、そのノウハウってサロン系とかでもやっぱり重要なところがあって、例えばその施術やって、ある人はすごく人気が出てるけど、ある人は人気が出ない。これ絶対やり方に違いがあると思うんですけど、そこを明確化してみんなに共有することで、効率化、生産性向上が得られますっていうところがあって、逆に言うと、なんですかね。それをノウハウとして管理することによって、まあ、新しいうまくいった人が店舗出したいっていう時には、いろいろ店舗が増えていきます。でもそれは機密情報だから、漏洩しないでねってきちんと管理することによって、流出防げますし、逆にそれでライセンスビジネスっていうのも行っていけるので、収益が得られるっていうメリットが出てきますよね。ライセンスビジネス、そうですよね。こう、守りながらね、こう、取れるわけですからね。大きいでそうすでよす。ね。だからそこをやはりどうやって言っていくのか。だから特許一つ技術取った、これの応用もできないかなっていうところが、我々の仕事でもあるかなと思って、そういうところも手伝いするっていう仕組み作りもしてます。
なるほど、なるほど。はい。こうね、やっぱ最近、こう、私も、ま、資格持ってる人なんで、あれなんですけども、そう、資格を活かした仕事を、まあ、例えば税金申告とか、だけやってる人も、まあ、それはまあ、それで当然だと思うんですけど、それ以外の、まあ、例えばコンサルの部分ですかね。守る部分、攻める部分。いうところに、こう、着目されてるっていうのは、それはやっぱりどこかあれですか、山田さんの中で、やっぱりそういったところが、やっぱり手薄だから、こう、支援していきたいとか。そうですね。はやっぱり中小企業さんっていいものを作られるので、い、はい。あ、中小企業、そこをですね、きちんと守りたいっていうところもありなまるすほど。し、なやはりるほど。日なるほど。本の大手企業も同じようにきちんと守らないとですね、情報はい。だけ流出しておくと絶対中国は真似させてくるので、そうかもしれない。はい、そなこるでほ経ど。済的な差を作ってもしょうがないので、まあ私の目的もあるんですけど、目的としては、まあ日本の産業発達っていうところで、やはり一番はお客さんのその会社の強みである、見えない財産を最大限に活用して、まあ会社の、お客さんの会社の成長と発展を支援していきたいなと思っているのが私の一番の思いですかね。そうなんですね。今ね、先ほど話したその中小企業。まあ、やっぱりこうね、中小企業っていうだけだって、やっぱ規模が大企業に比べると当然そのちっちゃいわけですけども、その中やっぱ光る技術をこう活かしていきたいっていう、そうですね。こう思いにこう賛同して、こう山田さんが支援していくっていう、そそう思のっ沖縄で今ね、聞かれている方で、このご自身のね、こうビジネスが、ひょっとしたら著作になる、守れるものがあれば、これ実は YouTube でアップしてますんで、山田さんの連絡先も書いておきますので、ぜひぜひね、ます。ありがとうございまおす。問い合わせをいただいてもと思うんですけども。もう何でもお聞きいただければと思います。こう、山田さんと話して私も思うのは、はい。守るタイプじゃないんですよ。攻めていく。で、攻めるけど守るっていう。こう、資格の方って、ですけど守る人ばっかなんですよね。まあ、私も一時期そうだったんですけど、そうじゃなくて、こう、両方をこう、まあ、守るとき守って、ちゃんと攻めていくっていうところができる方なんですよ。なので、こう、私も親しくさせていただいて、こう、楽しく、いつもさありせていがとうただいごてるんですけども、はい。まあ、そう、資格取られて、こう、攻めるに至った、なんかこう、きっかけみたいなのあったんですか？ざいます。いや、特許ってやっぱり取って、自分の権利が守れたじゃなくて、やはりそこを活用していくとか、それを他のビジネス戦略に活用していくっていうのがすごく重要だなと思っています。はい。そこの使い方がなかなかできなくて、まあ今、大手会社さんとかいろいろな仕組みを取り入れて、それをやっていこうかなってしてますけれども、まあそこを、手掛けてたことがありますので、まあそなるこをほちょど。っと共有化できる範囲で共有化していきたいなと思って。そうですか。特許事務所のご経験もあれば、そういったね、大手を、まあ、ご経験されてたっていう強みがね、こういそうろんですなね。立場から、こう、アドバイスができるっていう強みが。ああ、そうですか、そうですか。やっぱそういったところが一番すごく楽しいところでもあり、はい。これがこう、伸びていく要素がたくさんある分野なのかなっていうふうに、記そう述ですで思うんね。ですけどはい。やっも。ぱりお客様に、信頼されるっていうのは、やはり、どの事業さんも嬉しいことかなと思うんですけど、お客さんのためにを、もう一番モットーにしとく。それで、お客様がもう納得して信頼して、もうお任せしたいっていうぐらいの、まあ、努力っていうか、活用もしていただければなというところは一番思ってますし、まあ、なかなか便利さん、って難しい人もいますけど、ああ、そうぜなんですひぜか？ひ、そんなことを思わずに、いろいろ、ところで、便利さん活用してほしいなっていう、私、すごく思ってますので。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、そこも便利さんと共有できればなって、今思ってます。同業とも提携ってことですね。そうです。ああ、それはありますよね。守るべき人と、まあ、攻めるべきところの協業もね、ありますし、事業間の協業もね、こう、そうたですくさね。んね、できますし。じゃこう、山田さんが今後、こう、目指したい規模感っていうのは、ある程度、こう、人が多い。けども、まあ、いわゆる世の中で中小企業に分類されているような、まあ、地元の、例えば工場とか、ものづくりの会社とか、そういったところが、おターゲットになっていく感じですか？そうですね。まあ、規模感的に、まあ、1000人、もともと東証一部のその会社でも1000人ぐらいいて、それでも1年でできたかって言われると難しくて、2年ぐらいはかかったんじゃないかなと思ってますので、まあ、
それより大手ですと、ちょっと、はい、まあ、あまり、その、大手だと、ニッチもサッチもいかないところがあるので、力関係でそういう会社さんって強いかなと思ってます。どちらかというと、はいはい、あの、そう、いいもの持ってるのに、盗まれて切られるっていう会社さんがすごく悲しいかなと思って、やっぱりその、下流じゃなくて上流の会社さん、いいものを、あの、活用していくっていうところ、はいはい、あと技術者を守っていくっていうところに注力したいなと思ってます。まあ、ですので、まあ、下は何人規模でも構わないんですけど、上はまあ、1000人以下っていうところで、あの、できればなと思ってますけど、はい。まあ、1000人でも大きいんで、だいたい500人、300人以下っていうところがメインになるんじゃないかなと思います。やりやすい業種という意味では、やっぱり物を作る業種。そうですね。化学とか、バイオテクノロジー、あとはまあ、フランチャイズ系とかがいいのかなと思ってますけど、ただ私、結構大手の会社さんと付き合いがあったので、ああ、そうなんですね。はい。あの、いろんな分野がどういう戦略っていうのは、言える範囲でお手伝いするかなって感じになります。ちょっと分野が違うんですよ。サービス業も、こう、ノウハウというところを守るという意味では、はい、使い勝手もあるのかななんて今聞いてて思ったんですけど。そうですね。あの、はい、ノウハウが全くない会社って、ないと僕は思ってます。うん、ほいほいほい。あの、個人情報もどちらかというと、はい、ノウハウではないにしても秘密情報なので、はい、ノウハウ守りイコール秘密情報を守るですので、はい、まあ、そこの応用の、あの、管理の仕方もできるかなと思ってますけど。なるほど、なるほど。と、はい、なると、こう、イメージとしては物を作るとか、バイオ、化学、化粧品っていうイメージはある一方で、これ全業種にも適用できる。はい。できますね、あの、コンテンツなのかなってこう聞いてて。はい。はい。はい。思いましたね。はい。いやね、こういったね、素晴らしい、こうね、ビジネスをね、今、手掛けていらっしゃるということで、こう山田さんの、こう、まあ、ひょっとして重複しちゃうかもしれませんけども、じゃあ3年後、どんな状態になってたら、山田さんとしては、こう、すごくやりがいがあるとかいうのってあったりするんですか？そうですね。今まだノウハウって何っていう会社さん多いと思うんですよ。ああ、そうですね。新しい発明がノウハウなんじゃないって、意外に昔からやってる技術がノウハウだったりするので、はいはい、まあ、ノウハウが本当に重要なんだよって意識づけを3年後、はい、どの会社さんも、あ、ノウハウ重要だよねって言ってくれるような環境にしたいなと思ってます、ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。自分たちのこの手製の手書きのが、こう、生きるわけですね。そうですね。はい。ね、こう、新発明、新ね、製品ばっかり目が行きますけど、はい。こう振り返ったときに、自分が今あるものが、はい、ひょっとしたら、そうです。っていうところですよね。はい、当たり前の技術が実は、ノウハウだったりしますし、言わなくて誰も真似しなかったのにってよくあります。まあ今もいくつか相談を受けてて、あ、はいはいはい、はい。これはダメですよっていうのを、まあお伝えしたりとかしてますね。そうですよね。はい。いや、そういったものづくりで見たら農業も言われててあるかもしれないね。農業も相談ありますか。そうですよね。はい。農業こそまさしくやるべきなんでしょうね。こう聞いてて思いましたね。なんかあの農業の方って作り方を言っちゃうんですけど、お客さん作り方は別に期待してないんですよね。はい、で、はい、作り方期待してるのは同業他社だと思うので、はい、真似されて自分のせっかくの商品が売れなくなるっていうところもあるので、はい、そこはあんまり言わなくてもいいかなとは思ってますけど。すみません、リスナー方笑ってしまったのが、まさしく私はその、パターンなんで、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていう、こう、今改めて今のような、教わったところで、はい、すみませんでした。ああ、まあ、すぐ言いたくなっちゃうんですね。そこはいけないとかですね。そうですね。いや、結構、やっぱり自分がしてることって、はい、こんなことやってますよってアピールしたくて言われること多いですね。あと、ホームページも見させていただくと、はい、いろんなところを、結構、はい、なんでこんなこと書いてるんだろう、書かなくていいのにって。あ、それよりか、まあ、農産物です。どちらかというと味がどうなのか、うんうんうん。皆さんそれを食べてみてどう感じたのか。うんうんうん、他との味はどうなのか、違いはとかって、そっちの方気にされると思うので、うんうん、まあ、そこをもっとアピールした方がいいんじゃないかなとかっていうところはよくあります。ああ、よくそのお客様声とか。そうですね。まあ感想とかいうところですよね。はい。ああ、そこなんかね、どっかの塾に学んだ気がしますね。
だあれ、ね、あの通ずるところがあると思いますね。ね、はい、山さんとはその、ね、塾で出会ったんですよね。あ、そうですね。はい、ね、あの三万字の、ね、自己楽しく会いたいとかね。はい、はい、実はこのね、あの、いろいろこう、毎週ゲストで呼ばせていただいている方も、そこの塾出身の方も声かけてたんですけど、ね、皆さんね、こう、自己正しいところが大変だったってね、ね、思いますし、実は山さんは、その三万字の自己正しいは、結構スラスラかけたんですか？いや、僕はもう、理系なんで、頭が。なるほど。二重語の項目あったと思いますけど。あ、はいはい、はい。あれで、二重語の項目バーって書けることを、項目バーって書いて、はい、はい、はい。でそれ出してから、あ、一項目100字、100字でとか200字、300字かなっていうのを決めて、はい、はい、はい。バーって書くようにしたんで、大体それぞれ均等な割合で書きましたね。ああ、そうだ、テーマがね、決めね、こう、家に3文字書けじゃなく、なんかね、この、過去辛い経験何やとか、親から何て言われましたかとか、はい。はい、まあ、よくなんか言われましたら、なかなかね、深まって難しかったですかもしれないけど。その前だから、広く浅くだったかなって、もうちょっと深く決めましたかなと思ってます。はい、まあでもそこからこう深掘っていくと、あ、やっぱり自分はこんなのやりたかったなっていう、あ、きっかけにはね、なりましたよね。はい、うん、あ、ノウハウ向けもその背景があって、最初は見えてなかったですけど。あ、じゃあやっぱり3万字はとっても大事なんですね。大事だと思います。あとはなんか、皆さんとお話ししてる中で、はいはい、ワンマンとかワンツーマンやってる中で、自分は、はい、あ、ここが一番大事だったんだって気づきがありましたので。こうアウトプットしてこう行った時、あ、この点やともう少し深めたいとかね。そうですね、はい、あの今ね、ワンオンワンとか出ましたけども、山田さん今月50人でしたっけ。いや、50人、目標です。はい、50人目標、はい、でね、やってらっしゃるってこう聞いてまして、まあ、そこはやっぱりこう自分で作ったこうコンテンツを皆さんにこう話しながら、またくさんこう深めていくっていう活動も、はい、こう仕事もしながら自分コンテンツもこう高めていく、で営業もするっていう、そんな山田さんいつ休んでるんですか。いや、休む暇ですか。見つけるしかないです。あ、なるほど。まあ、休みを見つけるのは仕事の一つなんじゃないね。はい、はい、はい、まあ、大利益を確保ってことでしょうかね。休みのですね。でも苦しいって思ったことはないですけど、なんか楽しいですよね、いろいろ考えることは。そうですね、はい、それともね、さらに今じゃない、こう自分でこう決められるっていうか、できるっていうところが、やっぱり、はい、まあ、楽しいんでしょうね。そうですね。なんかサラリーマンだと、もう枠でここだけやるっていう感じがしてますけど、自分がビジネスとしては、ここできると面白いから、ここできると面白いかなって、いろいろな発想ができますので、そうですよね。はい。それが新しい、なんですか、サービスにつながるっていうのが多いんじゃないかなと思ってます。ああ。で、そのね、ワンワンしながらまた新しいビジネスも生まれたりとか、はい、ね、まあ、交流会もね、出てらっしゃるって話も聞いてますけども、はい、そこでまた出会った方と、また新たなこうね、はい、こうコンテンツが生まれたりとか、はい、はい、はい。まあ、と基盤のね、この取得するという、ね、業務もあるとは思いますけど、はい、そうですね。まあ、そういうこうね、料理しながらこうやってらっしゃるっていう、この、もう本当、しかみはスーパーマンですね。もうね、衝撃をこうワンワンさせていただいたときに、私も結構何人かやっているんですけど、まあ、山さんほどではないんですけど、こう、すごくね、当たりの方とこう、いらせていただいて、うん、もう、本当に尊敬して、もう、今度セミナーの講師もね、いや、それありがとうしていただくということで、はい。はい。まあ、こうね、山田さんをこう、ティーアップする番組として、ね、私もぜひぜひこうね、来ていただいて、山田さんに、語っていきたいなと思って、今日ね、お越しいただいたんですけども、意外にもですね、結構時間がですね、30分番組って、早いようで短いようで、おそろそろ終わりが近づいていく中で。早いですね。はい、そうなんです。皆さんこう言うんですよ。あっという間ですよね。そうなんです、そうなんです。はい。まあ、その中でやっぱりこうね、いろいろこう、お話をさせていただいた中で、まあ、最後にですね、これだけは言いたいってことあると思うんですけど、それをぜひね、リスナーの方に、アピールを。はい、わかります。はい。ちょっと今、特許の話、ノウハウの話によりましたけど、はい、はい。皆さん、自分の会社名は、商標を絶対足してください。あ、会社名。商標権取らないと、他人が取られた時に会社名変えなきゃいけないことが出てきますんで。はい、自分の知財を守るっていうのは、会社名も知財だと思ってください。あ、また斬新な。はい。あ、そこを意識されている方は、いないですよね。ないですね。はい。
それはもう超有料級の話を、なんかここで来ちゃってよかったなっていう、いあれですけやいや。ども、あ、でも、出願するときはね、山田さんを頼っていただいて。ありがとうございます。まあ、そこまでの営業は考えてなかったですけど。わ かる、沖縄に流れてる番組であるんですけども、YouTube で私のところとか、こういろんなところにこう拡散、24時間営業されてますんで、タぜグひとかぜたひ。くさん入れときますんで、はい、ありがとうございます。引っかかるように、それは私の、まあ、能力になるかもしれないけど、頑張っていきたいなとは思うんですけども、いえいそえ、こちのらこそすあごりくがはとうごね、ざいます。まあ、相談斬も新全な、然いくらでも、乗りますので、はい。ちなみに全国津々浦、まあ、ズームでもできますけど、実際にこう行くこともできたりするんですか？あ、行くのは全然、まあ、呼んでいただいた方が楽しいかなと思います。じゃあぜひぜひ、宜野湾チャーターの方で、ちょっと話はリアで来たいよという方がいらっしゃれば、もうすぐいいのに行くと思いますんで、そうですいね。や、私も一緒に行きますんで。はい、行きましょう。ぜひ、よろしくお願いします。今日もすごくね、楽しい話の中でも、すごくこう大事な、お話を、まあ、頂戴しちゃったところもありますが、皆さんもね、ぜひぜひね、自分の会社名、守るというところを意識した、活動していただけるといいかと思います。ありがとうございます。今日は山田先生にお越しいただきました。山田さん、ありがとうございました。あ、今日はこちらこそありがとうございます。ありがとうございまありがとす。うございます。では、失礼します。失礼します。